竜家内、え。院の末期の家内、大国庭家内は中国古代の器物の一種。河原家、あるいは青銅器であり、竜山文化器に登場し、館内まで用いられた。通常は鍋型の胴体に、中空の足が三つ付き、青銅器の場合には黄木を通したり、針で引っ掛けたり、して、運ぶための耳が一ついつくが、陰台中期から、青春大前期にかけて、法廷といって、 箱型の胴体に四本足がつくものが出現した。蓋のついたものもあった。院代、修大の青銅器の金井には通常は、唐鉄門などの細かい装飾の門が刻まれており、しばしば名分が刻まれる。金井はもともとは肉を穀物を煮たきする瓦家として出現したが、同時に創病において祖先神を祀る際に、生贄の肉を煮るために用いられたことから、 兵器の地位に高められ、成功に作られた、制銅器の叶えは、国家の君主や、大臣などの権力の象徴として用いられた。現代において、叶えが調理に用いられることはないが、語では、中間鍋など、鍋全般を今でも、叶えと呼んでいる。また、叶えとそれを用いる古式の祭礼は廃れたが、入れ替わるように、五感大に伝来した仏教において、 仏具の一つである航路の様式に取り入れられ、再起としての名残を現代まで伝えている。日本でもわずかに用いられており、それらは卓上サイズに小型化し、耳と足もごく縮小した装飾になっているが、中国では当時性のものも含めてより色濃く古代の家内の形態を留めており、道教の神々や祖先の霊を祀る美容では、正度性の大きなものが、 線香や神銭を捧げられている姿を見ることができる。かないかたち路が置かれた石底病かなの足が3本であることから3という数を表すことがある。権力の象徴として用いる。重さの象徴として用いる。立派なものの例え、ことばんくかな型航路。ありがとうございます。